い、よろしくお願いします。今回はきっかけ英単語第8弾でございます。で、今回もね、この10個の単語、動詞ですね、をやっていきますので、まあ、この時点でテストしたい方は止めてやってみてください。じゃあ、早速ね、行きましょう。で、まず1つ目、発音がドリンクです。ドリンク。まあ、これドリンクっていうのを日本語で使うのでイメージしやすいと思うんですが、このドリンクで飲むですね。飲む。で、これ過去形過去分詞がね、また違うんですが、まず過去形の方が、I の部分、ここね、3つ目の I が、A に変わります。これ、ドランクと言います。ドランク。で、次に、その A の部分、まあ、I の部分か、もともと A だった部分が、U に変わる。で、ドランクと言います。ドリンク、ドランク、ドランクって感じ。で、これ実はこの変化、前に1回出てきていて、I だった部分が A に変わる。で、過去分詞が U に変わる。これはですね、前回の動画の7番にあった Sing、歌うですね。あれも Sing の I の部分が A に変わって U に変わる。まあ、同じ変化の仕方なんですけど、まあ、そうやって覚えてください。で、次が Listen です。Listen。で、Listen は、これで聞くです。聞く。で、過去形、過去分詞。これ規則動詞なんで、listen に ed がつくだけと。で、この聞くなんですが、耳を傾けるっていう言い方もするんですけど、まあ内容、誰かの話の内容とかを聞くみたいな時によく使います。これが listen。で、次は swim ですね。swim。で、swim はね、まあ日本語でイメージつきやすい人もいるかもしれません。これは泳ぐです。swim で泳ぐ。で、この変化、これはね、ドリンクとか、さっき言ったスイングの仲間で、過去形が、I が A に変わります。で、過去分詞が、そこが U に変わる。swim, swam, swam っていう感じ。で、次が occur ですね。あ、ごめん、occur ですね。アクセントが後ろに来ます、これ。こっちに。occur。で、これが、出来事。とかが起こるって意味です。何かが起こるとき、出来事がね、起こる、もしくは発生するとかで使います。で、これ規則動詞なんですけど、ちょっと特殊で R がね、一回だけ重なります。これ気をつけてください。で、次 stay ですね。 stay で、 stay でこれで滞在する、まあ、どっかに留まるっていう意味でも使えますけど、まあ、どこどこに滞在するですね。で、stay も、規則動詞。なので、ed つけるだけですね。ここはまあ母音なんで、y は i に変わりません。で、次が here です。here。で、here は、ちょっとね、ここと混ざりやすいんですけど、これ聞こえるです。here で聞こえる。で、もし厳密に、いや、listen と hear をちゃんと分けて使いたいっす。みたいな方は調べてもらうとね、いっぱいサイト出てくるんで、ここまでさらっと流しますけど、ひとまずは listen で聞く、hear で聞こえるでまず覚えておくといいです。で、こっちはさっき言ったように、内容とかを、まあね、耳を傾けるって意味も持ってるので、まあ内容とかを聞くみたいな時に使うのが listen。で、hear はその音とかがね、まあ聞こえてくる。まあ音楽とかでもいいですけど、聞こえてくるみたいな感じです。のイメージで持っとくといいですね。で、here はすごい規則動詞っぽい変化をするんですけど、一応不規則です。で、どんな変化かっていうと、こう。これね、最後が D で終わると、規則動詞のなんか感じがするの、見た目がね。まあ D で終わるからさ。でも気をつけなきゃいけないのが、これ ED ではなくて D だけだからね、くっつくの。だから不規則動詞なんです。ただ、過去形過去分詞両方これ。これで hard と言います。こっち here なんですけど、here, hard, hard って感じ。で、今回この7番、8番ね、ちょっと意図的に並べたんですけど、ここ発音間違いやすいんで気をつけてください。これ、こっちが wa だから、ローマ字で読むと wa なんだよね。でもこっちが wo になります。wo。これで walk です。walk。で、walk もね、日本語で使う場面ありますけど、これで歩くと言います。walk で歩く。で、これは規則動詞。
なので ED つけるだけです。で、こっちが work なんです。 work、 walk と work です。で、work の方は働くです。で、今回動詞でやってるので、まあ、名詞の意味とか取り上げなくてもいいんですけど、ひとまず仕事とかって意味を持ってます、名詞だとね。でもそれ言っちゃうと他もね、持ってるやつもいるので、まあ、あれなんですが、ひとまず work は働くと覚えてください。で、work の方も、うん、規則動詞。ちょっとごめん、喉の調子がね、良くなくて。ごめんね。work も規則動詞なんで、ED つけるだけと。で、ちょっと話を戻すと、なんで並べたか。こっち walk です。こっち work なんです。で、さっきも言ったように、ローマ字読みをすると、wa で wa。まあ、wo とはなかなかいかないですけど、イメージがね。wa で wo なんですよ。だから、こっちが work で、こっちが walk と間違えちゃ出てきます。でも逆なんです。こっちが walk。こっちが work なんです。だからね、だからこの work と、あ、walk と work か。これね、間違えやすいんで気をつけてください。で、次、stand ですね。stand。で、stand は、まあ、スタンドアップとかでよく使いますけど、立つですね。まあ、立ち上がる感じ。立つ。で、スタンドは変わります。このね、真ん中2個が O に変わる。こうやって。これで、stead って言います。stead。これは過去形格分詞両方一緒です。で、最後、win ですね。win。まあ、ゲームとかね、する方はね、見ることがあるかもしれません。勝つです。win は勝つ。試合に勝つとかですね。で、これも変わります。変化して、won となります。これも両方同じ過去形格分詞ね。といった感じで、今回はこの10個をやらせていただきました。では前回ね、ちょっと最後にね、話をね、しましたけども、まあ英語をやっていく上ではね、あの辺を意識して、ちょっとね、勉強してもらえたらと思います。で、動詞ばっかりが続いてるんでね、どうしてもちょっと飽きてきちゃうかもしれないんですが、あの、いつも言うように、動詞はすごくね、英語やっていく上で大事なところにはなりますので、もうちょっとだけお付き合いください。まだちょっと、ね、次回の作ってないんでわかんないんですが、あと2つぐらいかなと思ってます。まあ動画2本分20個ぐらいですね。とは思ってるんですけど、ごめん、もっと増えたら申し訳ないんですが、ひとまずね、また次回も動詞をね、やっていきますので、大丈夫ね、 OK。 いつもね、これ消すの間違えそうで、もしよかったら次回の方もご視聴よいしょください。よし、じゃあこの辺 OK かな。では最後ね、ジュールとあのね、統治して終わりますので、もしよかったら次回もご視聴ください。今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。